こんにちは、水曜グリーン武田照久です。本日はここ茅ヶ崎市にやってきました。前回の放送で三浦海洋さんでお魚を釣ってきたと思うんですけど、スタジオで僕の釣ったカンパチを皆さん食べていただいてて、それを見ながら釣って終わりじゃないなと。前回はその三浦海洋さんのお店の方がやってくださったんですけど、僕もさばけるようになりたいなと、最終的な目標としては僕が釣った魚を僕がさばいて皆さんに食べていただくみたいな、それができてこそ、真の海の男じゃないかなとも思っているので、本日はここのコミュニティセンターに魚のさばき方を教えてくださる方がいるということで、もう早速行ってきたと思います。頑張ります。失礼します。こんにちは。はい、こんにちは。猫の額ほどアイドルリポーターの桜照久です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日その魚のさばき方を教えていただけるということなんですけど、はい、実際普段は何をされている方なんですか？普段は魚屋やってます。魚屋さん。魚屋さん、魚宅って言って、駅から歩って5分ぐらいかな。活気があるからね、いらっしゃいませとか駅の方でも聞こえるって人いるけどねそう、普段からなんか教えたりすることってしてるんですか？うん、普段もちょいちょいやってるかなっていう、小学校、保育園、中学校でもちょこっとやらせてもらったり、地域のお客さんとコミュニケーションを取るという形でこういう場所借りてやったりはしてます。なんせね、15歳から魚屋始めて、一番魚屋さんで何が楽しかったかなっていうと、はい、やっぱり魚を下ろして自分でこうやって捌くことがものすごく楽しくて、ちっちゃい子たちがね、やっぱり少しでも魚に興味持ってもらいたいなと思うような形で少しずつなんか始めてったって感じかな。今までもなんかスーパーとか行って魚買おうと思ったことはあっても、捌けないしなで諦めることもあったので、今やっぱり家庭でもお母さんとか、やっぱ魚のっておろし方って教わったことないでしょ、大体みんな聞くと教わったことなくて、なんか茅ヶ崎の子供たちはみんな魚おろせるよねみたいな感じでやったらまた面白いなと思って、そう、でも簡単だから。あとあれですよね、魚さばけると女の子からキャーってなりそう意外にね、モテるかもしれないよ。いいですね俺はもうモテモテだからねいや手袋しますか？手袋もしましょうか。はい、はい、あります。多分平気だ。今日はアジとタイ、はい、アジはねやっぱり身がまだしっかりしてるからやっぱりおろしやすいというか、じゃ入門編みたい。入門編だよね。まずね、魚をちゃんとお水で洗ってもらいたい。ゴシゴシ洗っちゃダメだけど、水でこうやってゆすぐ程度にね、はい、多少アジもさ、やっぱ鱗があるから尻尾の方から頭の方に向けて包丁でこうやってやって、で頭の取り方なんだけど、今日はすごく簡単な取り方、一撃でね頭が取れる方法があって、こういうふうに置いてもらって、はい、魚を立てんのね、はい、そんでここ真ん中に入ってる骨あるじゃん、はい、ここまで先からね入れて、はい、そうしたら今度右手はそのままにしといて、左手をさこうやって上に上げ持ち上げんの、こう見て、そうするとほらお腹まで、すごい、そう全部取れちゃうちょっとやってみます。はい、いやーエラのこっち側を縦に、そう、あ、いいね、いい、そのぐらいだね。で下まで入れちゃダメだよ、骨が切れるまで。おいいよ、今ガッて意外と力いるんですね、骨の部分は、でこれを上に、そうそう、左手を引っ張る。あ、取れた、綺麗に取れた気がします。いいね、いい感じで、お、はい、いい感じで。それでさ、これ血合いって言うんだけど、ちょっとこうやってやって押してあげるの。あ、押し出すんです。そうそうそう、前回三浦海洋さんでさばいていた時もなんかずっとこう触ってるなと思ってたんですけど何してんのかよく分かってなくて。そしたらね、いよいよ今度3枚に下ろしていきます。はい、骨のまずこの上を入れて、そうで戻して、こう、はい、力入れてないから、へえ、ね、おお、これでいいから分かりやすく、はい、おお、あ、でも骨があるのは分かります。分かるでしょ、はい、そう、力いらないからさ、はい、骨に当たってるなっていうのとさ、切れてるなって、そういう感覚を覚えていけばいい。難しい、はい、はい、そう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 、もういいんじゃない、意外にいいんじゃない、はい、あれ意外にいいんじゃない、あれ、あら意外に、じゃあこれできちゃって、できちゃってるな、やばい、モテるかもしれない、うん、いいよこれだ、はい、お、意外にいいんじゃない、あ、でもここに上出来だよ、上出来ちょっとだけ身が残っちゃったのが、うん、
わでも初めてじゃん、はい、うまいよ、初めてだったらいい感じだよ。で今度はお腹の骨も描かなきゃいけないのね、はい、ちょっとこうやって上に上げるような感じ、はい、こうやってすくうような感じね、はい、なかなかうまいね。こういうそういうこと、そう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 、そういうこと、ここでその辺でもういいよ、はい、いいじゃん。今度ここの真ん中の骨だけ切る、骨に対して左側にラインを入れます。したら今度右側から切る、 V カットって言うんだけど、あでもこれはあでもちょっと残っちゃったな、うん、上の方がね、はい、見てわかると思うんですけど、ここの大きさだったりが全然違います、ね、そうだね。でもその違いがやっぱりわかるようになってきてるからさ、はい、あの上手になると思うよ、うん、気にしない人は全然気にしないから、はい、3枚に下ろすということだけでね、はい、アジを自分の右手が上下に動けるような場所まで持ってきて、ちょっと奥まで入れてから尻尾の方を引っ張る。お、いいよ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 、あいいよいいよ、はいはい、向けました。アジはね、叩きにしようかなと思ってて、おやっぱ力で切っちゃうと潰れちゃうから、はい、切る、そう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 、やっぱり家庭でさ出すのにさ、やっぱり食卓ってさ明るい方がいいじゃん、はい、これをさ、妻をさ、はい、コマの紐をこうやって巻くように、あね、したらこれをお皿にこうやって置いても、うん、スポンとね、キュッと、そうそうそう、丸めていく、はい、そうそうそう、のっけて、はい、おーい、おーい、おーい、お山ができましたこれさ見てさ何が違うかなって言ったら、まずやっぱり妻が多いじゃない。そうですね、そう、妻が多いとさアジが少なく見えるのよ、ね、本当はこれをもうちょっと広げて妻がもう少し隠れるぐらい持ってあげた方がいいかもしれない。あ、それでなんだ、なんか微調整してるなと思ったことはあるんですけど、そうしたらほじそうやってレモンもちょっとお飾りで、そうね、いいね、はい、オッケー。あ、でも全然違いますね、はい、自分で来たとは思えないぐらい盛り付け1個でこんな違いますもんね。そう、タイなんかは終わった後に頭を煮て食べてもいいし、焼いて食べてもいいし、こういうのをやっぱり入れるとさやっぱ綺麗でしょ。じゃあいただきます。はい、いただきます。うまい、うん、うまい、いや、美味しい美味しいね、はい、骨大丈夫？大丈夫でした。僕だったら僕のもの食べていただいて恐ろしいな、ちょっと、まあ、ちょっと、まあ、審査じゃないですけど、恐る恐るあ、でも綺麗だよね、やっぱりね。ありがとうございます。ちゃんとできてるよね、うん、こうやってやっぱ切り口とかがさ、うん、ちゃんとしてるからさ、あの魚を切ってんだなっていうのが分かる、よく、うん、おー大丈夫ですか？骨もないし、おー、やっぱりこうやって潰さないで切るとやっぱ歯応えが全然変わってくるから、はい、めちゃうま、うん、レモンとかね、すだちとかね、うん、ああ、おい間違いないよねアナウンサーで岡村さんっていう方がいるんですけど、岡村さん今絶対日本酒欲しいって言ってますよね。やっぱ今って完成したものだったりすでに食べれる状態のものが簡単に手に入っちゃうんですけど、うん、こういうあえて一手間加えることで新しい気づきもありますし、勉強にもなるんで、なる、まあ、また教えていただきたいですし、自分でも勉強しながら、ぜひ、はい、娘と同じ同士だからね息子がいないからね、はい、息子にしてやろう、じゃあどうですか息子にしてやろう、まあ、ちょっとあの今日いろいろ教えていただいて、うん、まあお礼になるかはちょっとわからないんですけど、まあ、そのお返しとしてちょっとお店のリポートをさせていただけないかなということで、いい、ぜひお願いします。いいですか？いいですよ。大田区さんのちょっとご紹介をさせてください。まずこの大田区という場所がですね、あの駅から歩いてすぐのところにありまして、まあ、入り口見ていただくとここに野菜など並んでおりまして、まあ、こちら僕のグループのメンバーカラーであるオレンジ系のものがたくさんあるんですけど、まあ、こちら中入っていただくと分かるんですけど、まあ、すぐ広がるのはどちらかといえば八百屋さんの方が半分ぐらい広がっておりまして、でこちらもですね、あのまた今が旬なのがあるんです、みかんがたくさん置いてあります。もう早速お魚の紹介させてください。
こちらに来てからこちらの右手ではなく左手側にたくさんお魚が置いてあるんですけど、まずこちらがお寿司だったりの加工された品物が置いてあります。でこちらからちょっと歩いてこちらに来るとお寿司の次はこの干物がたくさん置いてあります。そして皆さん、こちらのレーンはお刺身が置いてあるレーンです。このレーン全てお刺身のコーナーになっています。これすごい量ですね。そしてですね、今だいたい時間が5時の時間帯で、今こちら見ていただくと分かるんですけど、赤ペンでですね、値引きされた後の値段が書いてあります。こちらが夕方5時頃からだいたい値引きが始まるということで、皆さんぜひお求めください。でこちらのレジの方もまたこの時間になって、お仕事帰り学校終わりの方々がたくさん来て、今もレジ並んでおります。上手だよ。いやっぱ、ね、まだ全然めちゃめちゃ今見ててもうすごいなと思った。そうですね、全然カミカミでタチタチだったんですけど、ありがとうございます、ね、また教えていただけたらすごい嬉しいです。了解です、はい、待ちしております。ありがとうございます。